目黒区の皆さん、愛知県の整体師がですね、東京出張するにあたってですね、皆様にお伝えしたいことを、動画に撮らさせていただいています。まあ、人生楽しくをね、一度きりの人生を楽しく生きるということをね、まあ、テーマにしてやっています。そして皆様にもそういうね、人生が楽しくあるように、まあ、緊張取りのね、施術を開発しましたので、ぜひ、ご利用いただけるといいかなというふうに自信を持って、言えます。緊張、疲労感がね、こうひどすぎて、本当に日常生活も送るのも、大変だという、本当にね、こう息絶え絶えって、失礼な言い方をすれば、そういう方もね、本当に今、ちょっと増えているという話をねして、当院にも来られるんですけども、本当にこう、その原因を調べると、本当にこう疲労感がどん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 毎日蓄積していって、夜、眠れない、寝れてもね、こう朝起きて、起き上がれない、疲労が取れた感じがしない、それは一重にですね、やはり体の緊張が強すぎるということにね、尽きると思うんですけども、その緊張、体の使いすぎによって、疲労している、緊張している部分と、でもう一つ、体を守るためのシステムとして、わざとこう緊張させているという、この同じ緊張でもですね、2つの緊張、疲労があるということに、気がつきました。もう一つの緊張っていうのは、例えば、私がよく言う関節の靭帯がね、こう緩んでしまって、この関節が動きすぎるのをなんとかしなければいけないので、それを守るために筋肉を硬くする。でもっと先に行けば、そこにこう接着剤、石灰化を起こして固めるみたいな。これは守るため、体はね、その、関節が動きすぎると、血管や神経にね、こう傷がついてしまう。これは重大なことなので、それを守るために、よくはないことだけども、緊張させる。でそして、今度は、体がねじれていく、内臓が潰れる、脳がこうねじれる、こういったものを防ぐために、例えば肘とかですね、手首でこうグッてこう踏ん張る、バランスを取るためにこう踏ん張っている、この守るための緊張、こういう、守るために、これは大変な、またね、この血流が悪くなったりして大変なんだけども、最重要の内臓を潰したり、脳をね、潰したりねじったりするよりは、緊張を入れてた方が、守る方がいいですよっていう形になっているんですね。ですから、普通の整体だとかマッサージ、ヨガとか体操とかね、それは使いすぎている緊張を取るんだけども、私の目的はこの守ってしまっているものを何とかしよう。ですから守るべきものをまずなくしてあげて、そして今度はこの脳にもう守らなくてもいいんだよという指令を送り返してあげる、そういったちょっと特殊な考え方で整体をやっています。ですから多分世界でここだけの整体だと思うんですけども、本当にこの今の現代社会ね、体を守るために本当にこう緊張して、もしかしたら電磁波とかもね、そうですけど、もう20年前と比べたらもう全然こう違う環境の中で生活しているんで、そこから守るためにこう緊張して何か守ろうとしているのかもしれません。こともあるんじゃないかなと。とにかく守るシステムとして緊張しているものは、それを緩めようとすれば、守るべきものがまだ直してないのに、その守っているものを緩めようとすればするほどですね、体はもっとこう守りなさいという信号が強く出て、より緊張してしまうという悪循環に陥っていると思います。それは、それを批判するわけじゃないんだけども、マッサージやですね、体操、ヨガ、ストレッチ、そういった形で緩めようとすればするほど、その時はそのね、こう多少は血流が良くなるんで楽になるかもしれないんだけども、でも脳のそういった守るシステムとしては、より緊張を強くしなさいという、ものが出てきて、でそれが積み重なっていくとですね、どうにもこの疲れが取れない、ずっと緊張状態、寝ても緊張だしっていう形で、それがどん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 こう疲労感が溜まっていって、そしてもう疲れすぎて疲労困憊で動けないという状態になっていくとしたらですね、この私が開発したですね、肘、手首の緊張であったり、靭帯のね、緩みを取るものと施術であったりね、本当にこの変わった整体ですが、皆様に役立つのではないかというふうに思っています。よろしくお願いいたします。